減機嫌を直さないか、フェルナ。もうじきソフィアの港だぞ。これが怒らずにいられるか。なぜ俺たちソフィア騎士団がスレイダーなんぞの死ぬ軍をせねばならんのだ。仕方ないだろう。ソフィアの港は我が国の流通の要だ。そこを貿易商人たちの反乱で何ヶ月も止められてしまっては国民たちの生活にも支障が出てしまう。現に城下では食料品の高騰に不満の声が上がっているそうだ。ああそうだな、それは大問題だ。だからこそ我々騎士団が出向いて早急に平定する必要があったのだ。それを横から出しゃばって自分が行くと言ったのはあのスレイダーではないか。やつめ大方自力で平定した暁にはこれを大義名分に港の利権をいただくつもりだったんだろうさ。それがなんだ、商人たちの雇った傭兵軍団に苦戦し我々に援軍をよこせだと。いっそ傭兵どもに切り刻まれて魚の餌にでもなればよいものを。言い過ぎだフェルナ。その傭兵たちのせいで港の周辺では略奪が絶えないそうだ。スレイダーの行いに私とて思うところがないわけではないが、これ以上苦しむ民たちを捨ておくわけにはいかないだろう。ここはこらえてくれないか。くそ、分かってるさ。所詮俺たち騎士は王の命令には逆らえないからな。しかしあいつを連れてこなかったのは正解だぞクレーベ。あいつ、クレアのことさ。俺以上におかんむりだ。もし連れてきていたら真っ先にスレイダーの元へ飛んで行って串刺しにしかねないぞ。恐ろしいことを言わないでくれ。あいつが騎士団に入っただけでも胃が痛くてたまらないんだ。あの跳ね返りがいつ何を起こすかと思うと天下の騎士団長も妹には刀してな。でもまあ今となっては俺も気持ちはわかる。そういえばお前の妹はいくつになった。ようやく4つだ。弟は5つになる。母上が亡くなって十数年も経った今更父上が5歳を取ると言った時には複雑だったが、年の離れた兄弟というのは可愛いものだな。次の休暇が待ち遠しいよ。そうか、私もぜひ会ってみたいな。なあ、いつでも来るといい。クレアも一緒に、きっといい遊び相手になるだろう。中身は似たようなものだからな。それはクレアには言ってくれるなよ。さあ海が見えてきたぞ。休暇の前に一仕事だ。おお素晴らしい、よくぞ来てくれた。さすが我が盟友クレーベ卿よ。さあ早くこの野蛮な傭兵どもを蹴散らしてくれ。まったく厚顔無恥とはこのことだな。商人たちよ、兵を引け。訴えたいことがあるのなら正当な手立てを持って訴えるがいい。おとなしく撤退すれば私たちも手荒な真似はしないと約束しよう。今ならまだ間に合う。さあ港を解放するのだ。そんなの今さら信用できるもんか。何度訴えても国は海賊を捕まえてくれなかったじゃねえか。ただでさえ日照り続きで作物が取れねえってのに、届いたわずかな食料さえ王都の連中がみんな持ってっちまう。その上税ばかり増やしやがって俺たちぬめじにしろってのか。それはだいたい話も聞かずに切りかかってきたのはそっちだろうが。もうお前たちの言うことなんて聞いてられるか。みんな構うことあれ、こいつら全員ぶっ倒しちまえ。お前たち何をしている。早く私を助けないか。まったくスレイダーめ、よくよく握手しか打たないやつだ。どうするクレーベ。仕方ない、行くぞ。スレイダー卿を救出するのだ。さあかかってこい。任せてくれ。悪く思うな。くらえ。理想なき者に勝利はない。
く手を阻む者は撃つ。奴には及ばないな。私の出番かな。助かった。さすが国王陛下の信頼も厚いソフィア騎士団の精鋭たちだ。この借りはいつか必ずお返ししますぞ、クレーベ卿。何が借りだ、この知れ者が。ここに至るまでどれだけ同胞の屍を踏んだと思っている。部下を見捨て自分だけ砦に立てこもり、命乞いとは。それでも誇りあるソフィア貴族の一員か。恥を知れ。な、この私に知れ者だと。エルナン貴様、下手に出れば
な調子に乗り寄って、このクレーベの腰巾着が。何だと。いい加減にしないか、二人とも。彼らはまだ兵力を温存している。早くこの場を離れないと。何だって。そこは。まだまだ修行の身だよ。まだ終わっちゃいねえぞ、逃がすものか。もう援軍が到着したのか。立てスレイダー、突破するぞ。散った同胞たちのためにも一矢くらい報いてみせろ。あの数相手に。が、いてててて。どうやら傷を負っていたようだ。痛くて動けん。はあ、貴様何を言ってる。今の今まで怒鳴り散らしていたではないか。うるさいうるさいうるさい。とにかく私は戦えんのだ。それにお前たちの任務は私の救出であろう。お前たちが奴らを引きつけている間に離脱させてもらうとしよう。どうだ、何もおかしくはない。まあ案ずるな。国王陛下にはソフィア騎士団は立派に任務を果たしたと報告してやる。ではあとは頼んだぞ、誇り高き騎士団長殿。
の誇りにかけて。災い転じてなんとやらだ。お前たちなど傭兵どもに切り刻まれて魚の餌になるがいい。交渉嫌いのクレーベめは昔から気に入らなかったが、それよりも増えるなんだ、あの生意気な小僧が。私を侮辱したことせいぜい地獄で悔やむのだな。私の視界からは小さすぎてとっくに消えている。どうした？いや、お前でもそういうことを言うんだな。たまにはな。さあ、足手まといが失せたところでもう一暴れしようじゃないか。可愛い妹君に兄上の武勇伝を聞かせてやりたいだろう。ああ、そうだな。よし、やってやる。私の出番かな。なんだと。ちくしょう。
行けるぞ。なんてことだ。あれだけいた傭兵たちがみんなやられるなんて。さあ、港を解放してもらおう。この港はソフィア国民すべての生活に奉仕するためのものだ。それを不当に占拠した罪の重さは分かっているな。そんなことは百も承知ですよ。こんなことしなくたっていずれ飢えて死ぬ命だ。さあ、騎士様、さっさと首でも何でもお跳ねください。確かにお前たちの行いは許されるものではない。死亡者は捕らえられ、しかるべき処分が下るだろう。だがお前たちの訴えは必ず私が王に届けよう。海賊の討伐も早急に我が騎士団に一任してもらえるようお願いしてみるつもりだ。クレーベ、本当ですか、貴様。ああ、約束しよう。ありがとうございます、ありがとうございます。クレーベ、いいのか、あのような約束をして。何がだ、偽りは言っていないつもりだが。確かにな。だが海賊の討伐を止めているのはあの宰相ドゼーだ。表向きはリゲルとの摩擦がどうだと言ってはいるが、あいつめ裏では海賊どもともつながっているらしい。お前の言葉とドゼーと今の国王陛下がどちらを取るかわからぬお前ではないだろう。それでも人には希望が必要だ。陛下には商人たちへの寛大な沙汰もお願いするつもりだよ。クレーベ、そうか、そうだな、俺も一緒に膝を折ろう。ああ、ありがとうフェルナ。それにしてもスレイダーのやつめ、今頃はまんまと城へ逃げおおせたところだろうが、出迎えたクレアに追い回されているかもしれないぞ。笑えない冗談だな。マチルダが止めてくれればいいんだが。そのマチルダもクレアもきっとお前を待ちかねている。さあ早く行くぞフェルナ。そうだな、帰るとしよう、私たちの城へ。